アクティウムの海戦アクティウムは西ギリシアのアカルナニアの北西アンブラキコス湾の入り口にあたる岬にあった古代の都市。紀元前31年にオクタビアヌスがマルクス・アントニウスを破ったアクティウムの海戦で知られる。原行政上における位置はエトリア・アカルナニア県アクティオボニツァ。アクティウムは湾を塞ぐように向かい合った岬の南側にあったが後にアウグスティウスが 北側の岬にニコポリスを建設した。2002年にはアクティウム半島と湾の北岸のプレベザを結ぶアクティウムプレベザ海底トンネルが開通した。アクティウムの海鮮ローレースアカストロ1672年、アクティウムはもともとアナクトリウムのコリント人の植民地の一部でアポロオンアクティウスの神殿が建てられていた。紀元前3世紀にはアカルナニア人の手に落ち、 神殿を受け継いだ。この神殿はアウグストゥスによって拡張され、同時にアクティウムの街も拡大した。またアウグストゥスはこの街にアクティウムの海戦の記念碑を建てさせた。1980年、ギリシャ政府はアクティウム沖にアクティウムの海戦で沈んだ船が残っていると発表した。2009年夏、考古学者により、 アポローン神殿の残骸とアポローンとアルテミスの彫像の頭部が発見された。チズム、ヒュー、エド、アクティウム、エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。